この前ナマズの65センチ釣りました。ナマズのランカーサイズ、まあやっぱりね、ランカーというよりの一応70超えてからですね、特大って言われるのが80超えですね。80超えでございます。今日なんかね、フットの方でね、親子でナマズ殺して歩いてるやつがいるっていうとんでもない情報が入ってきたんだけどね、親子で何やってんだかな、もう二度と霞に来ないでくれね。はい、さ、そういえばナマジ、捨ててくの悪いやつがいるっていうね、やからがいる。ナマズは必ずリリースするか、お持ち帰りになるかどちらかにしてくださいね。岸の上に上げっぱなしにして帰らないでくださいね。そういうやからは霞ヶ浦水系に二度と来なくて結構でございます。はい、先ほどもアミキャンの話しましたが、もうくれぐれも土手の上とかそういうところに絶対捨てないでくださいね。あなたを釣り禁止にしますね。はい、そういう方は必ずお持ち帰りになってください。もしくは、釣ったら、逃がしてください。リリース禁止じゃないですからね。ただし他へ持ってってリリースは禁止になってきますんで、その場で持って逃がしてあげてくださいね。はい、この間なんか子供の目の前で親がそれをやってたという、なんたる親だって、見てますかその親御さん、大丈夫ね、ダメよそういうことやっちゃね。霞ヶ関でヘラ釣りをしてる人がアメキャを陸に捨ててた霞ヶ関、霞ヶ浦に連れてたんで注意したんですが、俺が釣った魚どうしようか買ってらうと言われて、何も言えん、どうすればよかったって言ったことにせんだ言ってくださいてめえの勝手にはさせねえよってはい、もしそこにばらまいてるような状態であれば俺が蹴散らしに切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく